成田国際空港、成田空港問題、成田空港問題とは、日本最大の国際空港である、成田国際空港に関連して発生した、三里塚闘争を代表とする種々の社会問題のことである。成田国際空港1978年に開港した新東京国際空港をめぐっては、1960年代初め頃から、新空港候補地の検討が進められていたが、 空港建設にあたり、開港を急ぐ日本国政府の強硬姿勢と当時の世相と地域固有の事情が相まって空港用地内外の民有地取得問題や騒音問題をめぐって近隣住民らによる激しい反対運動が社会問題化した。その反対運動に革命を目的とする震災翼の各勢力が合流し死者を出す警察との衝突。 隠しテロ事件、さらには反対運動内部での主導権をめぐる派閥構想、打ち下場といった様々な事件が発生することになった。1960年代になると大型ジェット旅客機の増加に加え、高度経済成長により年々増大する国際輸送における航空機の重要性が高まったため、滑走路の拡充による発着能力の向上が望まれた。加えて、 1960年代中に就航すると予想される日本航空も発注したコンコルドをはじめとする超音速旅客機の就航を見越して滑走路の超大化も求められた。そのため当時の国際線の主力空港であった東京国際空港の再拡張により航空需要に対応しようと検討したがなどの理由から羽田空港の拡張のみでは 長期的航空機輸送需要に対応できないことが判明した。当初の新東京国際空港計画案このため、再拡張の検討に合わせて1961年頃から新たな東京国際空港の候補地についての調査が開始された。千葉県東葛飾郡浦安町沖の埋め立て地や、印馬郡富里村、八幡町、茨城県霞ヶ浦、 神奈川県横浜市金沢区の金沢八景沖の埋め立て地が候補地とされ、埋め立て工事を前提に木更津沖を押す建設省との対立もあったが、1963年12月11日に運輸省の諮問機関である航空審議会が富里案を最も候補地として適当とした。三里塚空港全体計画図東京湾埋め立て案を 特に強行に主張していた河野一郎が休止した後、1965年11月18日に関係閣僚懇談会が新空港建設予定地を富里八幡に内定し、橋本富三郎官房長官が記者会見を行った。すでに候補地では反対運動が起きていたが、当時伊豆で療養していた千葉県知事、友野武人も含めて、 地元への根回しが全くされていない状態であり、突如発表を聞いた富里、八幡地区の住民らは、大規模な反対運動を展開した。当時は、下請ム建設時に発生した蜂の市場紛争の経験が、まだ国政に反映されていなかった。反対運動が長引く中で、友ものうち県知事と水面下での調整を進めていた佐藤内閣は、規模を大幅に縮小して、 新空港建設予定地を同県成田市三里塚に変更することを1966年6月22日に発表し、そのまま7月4日に閣議決定した。これは国有地であるく内町下佐五領牧場や県有林の転用が可能なこと、またその周辺には戦後開拓で入植してきた経済力のない農民が多くいたため、 民有地の土地取得も容易に進むと考えたからである。富里から三立化へ変更された過程で、国と県の間で交わされたやり取りについては、関係者の証言が食い違っており、議事録やメモもないことから、新東京国際空港の事業認定取り消し訴訟の控訴審で、どちらが先に三立化案を提案したかはわからないと。 東京高等裁判所が1992年10月の判決で結論付けている。三立家、芝山連合空港反対同盟シンボルマークしかし、三立家においても、五両牧場などの国や行政が保有している土地は、空港予定地の4割弱に過ぎず、引き続き民有地の土地取得が最重要問題となったが、富里、八幡同様に、 事前説明の全くないままの発表であり、三里塚案を報道で知った地元住民は猛反発した。地元住民らは開拓地の借金問題、土地を失うことや騒音問題への懸念から、三立か芝山連合空港反対同盟を結成し、三里塚闘争を開始した。関係者による説明、移転交渉、地権者団体との折衝の結果、 1968年4月6日には、新東京国際空港公団と条件賛成派の覚書締結により、民有地の89%が確保された。しかし、11%の未買収値が残った上、反対派が強固に抵抗を続けたため、空港公団による買収値の測量も行えない状態が続いた。空港反対派への説明。 対話が十分に行われないまま現地に機動隊が投入され排除を受けた反対派はこれに反発し結果的に空港反対運動を過激化させた当初は日本社会党や日本共産党の革新政党から支援を受けていた反対運動だったが反対派の主張に応じない政府の強権的な姿勢に対して反対派農民が次第に力には 力で対抗するという方針を固めたことにより、規制革新政党は反対運動から引いていった。これについて、かつて51年考慮を定めて、武装闘争を行っていた日本共産党を、破壊活動防止法に基づき監視対象にしている、公安調査庁は、社会、共産の両党が反対運動を、統制の拡大に利用しようとしたため、農民から不信感を持たれたと、 1993年4月にまとめた成田闘争の概要で分析している。革新政党に代わって暴力革命を掲げ、羽田事件以降実力をもってして政府と対決していた審査翼諸派が老能連帯、国家治安の最前線の三里塚で機動隊を打ち破る。新空港は日本に新たな軍事基地を作るものだ。 全国住民運動の頂上決戦などの理由により反対派農民を支援した。既存政党に不信感を募らせていた地元住民も支援団体は党派を問わず受け入れるという態度を取ったため、これを受け入れた。滑走路予定地を含む未売周知が残され、国家事業である空港を早期に開港したい政府の強い要請のもと、もの内ち県知事が 土地収容法に基づく行政大執行を1971年に2回発動、機動隊や反対派農民、支援の間で激しい衝突が起きた。特に9月の第二次大執行では警察官3名の巡職者を出し、居住する住民を排除した上で民家1軒が撤去されており、多大な犠牲を出しながら土地収容が行われている。これにより、 空港公団はようやく一気工事の用地を取得したが、反対派が1972年に航空妨害を目的とした岩山鉄道を建てて対抗した上、航空燃料パイプライン不設も沿線住民の反対運動や技術的問題で頓挫しており、政府は当初の1972年開港の断念を余儀なくされた。1977年5月6日にこの鉄道は、 撤去されたが、2日後の5月8日に、鉄塔の撤去に抗議する反対派と機動隊が衝突し、反対派支援者1名が死亡した。さらに、翌5月9日には反対派によって、柴山町長宅前臨時派出所が襲撃され、警察官1人が巡職している。反対派が航空機運航妨害に用いた、気球1978年3月26日、 開港直前になって日本革命的共産主義者同盟派を主力とするゲリラが新東京国際空港の管制塔に侵入し、管制塔内の危機を破壊した。また、空港の各所から反対派農民を支援する震災翼東派活動家4000人が乱入する騒乱状態となる。このため、開港が3月30日から5月20日に延期となった。 この事件でメンツを潰された政府は、この暴挙が単なる農民の反対運動とは異なる。異質の法と秩序の破壊、民主主義体制への挑戦であり、徹底的検挙、取り締まりのため断固たる措置を取ると声明を出し、新東京国際空港の開港と安全確保対策要項を制定したほか、国会においても新東京国際空港の安全確保に関する緊急処置法が、 議員立法により成立した。反対同盟は開港後も、100日戦闘宣言を発しており、諸施設へのゲリラや滑走路の延長線上に、アドバルーンを上げたりタイヤを燃やして、国煙で発着妨害が続いたため、警察は厳重な警備を敷いた。また、艦西徒襲撃事件を契機に、空港の安全確保を目的とした千葉県、警察警備部に、先住の機動隊、 新東京国際空港警備隊が開港後の7月18日に発足した。このような過激な破壊行為による反対運動に対しては、主に警察力を用いた封じ込め策が図られたものの中核派はそれをあざけ笑うかのように、1978年5月5日、京成電鉄が開港後の空港連絡用特急列車スカイライナーに投入するため申請し、 車庫に留置されていた京成電鉄 AE 車を放火し、4両を全半焼させるという京成スカイライナー放火事件を引き起こした。また、5月19日にも京成本線5カ所で同時多発列車妨害事件を引き起こした。京成電鉄を筆頭に地元の列車内では反対派が事実上選挙しており、車内では竹槍をかざしながら対立組織に対する検問が 日常茶飯事に行われていた。地元住民の生活の足である京成電鉄へのテロ行為は、もはや空港反対運動の枠を超えた地域の社会基盤そのものへの破壊活動であり、空港周辺部以外の京成線運営線の住民からの反対派への白眼視を招いたのみならず、この頃始まった震災翼そのものの衰退や当初の目的である開港阻止が叶わなかったことで、 成田空港粉砕を唱え、より先鋭化の傾向を見せる反対派に対して国民感情は加速度的に乖離していった。日本国有鉄道が国鉄職員扱いで独自の警察機能を有する鉄道公安が存在していたものの、この当時は都道府県警察によって活動する私鉄も警備対象である鉄道警察隊がまだ存在していなかったため、 京成電鉄では千葉県警察と連携して警備を実施する方法以外はなかった。その後の関西党選挙事件も含めて空港反対派と震災翼は同列されるようになり大半の国民が反対運動そのものを得意な思想を持った限られた人間による反社会的テロ行為として捉えるようになっていった。また政府の断固たる姿勢と解雇。 運用の開始、そのために空港とその周辺地域に敷かれた厳重な警備体制は反対派の存在を多くの国民から有名無実化させていった。しかも農村部の過疎化が加速し始めた時期とも重なり、農業以外に地場産業を持たず、かつては当地の一大産業であった馬畜産、競争馬生産とそれの周辺産業も離れ始めた三里塚地域としても、 このまま衰退するよりは、成田空港と共生する道を模索するべきという意見が主流派を占めるようになっていった。反対運動が始まった当初は、反対派の主張に対して同情的な面を見せることもあった。マスメディアの多くからも、この頃には審左翼とテロリズムの影ばかりが目立つ状況に距離を置かれるようになるなど、反対派は孤立無援の状況へと徐々に追い込まれていった。 他方で、震災翼テロリストらの多くはなおも、活発にテロを行い、口述するように反対派住民にとってさえ進めば、地獄で退いても打ちゲバが待つだけという泥沼化の事態に至り、当初は、純粋に政府の一方的な空港建設計画の反対を機として参加した住民の多くが心身を疲弊させるとともに、やがて反対運動それ自体が、日本の社会に対する、 説得力を失っていくこととなる。そして、成田空港問題とその泥沼化を多山の石とする形で、その後の全国各地の多くの高速道路、鉄道、原子力発電所、ダムなどへの反対運動では、自制力拡大という目的を伏せて、反対運動に接近する審左翼の活動家たちの存在を反対運動を立ち上げた住民自身が、 強く警戒するようになった。状況次第では、震災抑制力とつながりを持つ、市民運動家や震災抑制力を積極的に、自陣営に引き入れようとする人物を、反対運動の組織の主流派が自ら排除に、動いたり、さらには本来は対立関係にある行政などとも、連携して、震災抑制力や、その関連人物を排除する、などといった動きも見られるようになっている。 1980年代に入っても反対運動は一定の力を維持し、二期工事の着工をしばらく阻んでいたが、反対同盟は主に一坪防共有化運動や流木トラストの是非をめぐって1983年3月8日に分裂し、一坪防共有化運動を土地の売り渡し、金儲け運動として反対した中核原は北原派を 最強有化を推進する第4インターハラは、厚田派を支持した。3月8日には、後の厚田派が、総会、後の北原派が、実行役員会をそれぞれ開催した。芝山町千代田公民館で行われた、総会には反対派の民160人が出席し、中核派指職が強いとされた、北原金春事務局長の会議に反対派の他194個の、 うち145個が賛成、25個が反対、24個が保留し、北原の解任を決定した。また、中核派との共闘を立つことも、同、総会で確認された。一方、成田市天神本、現地闘争会館で開催された、実行役員会には、反対派農民58人が参加。一坪再共有化運動を推進する。 青年行動隊の石井真嗣を反対同盟から除名したとし、22人を反対同盟の役職から解任したとした。中核派の最強有化反対論は、最強有化運動に対する空港幼稚内農民の反発を背景にし、北原派の中心部分は幼稚内農民だったが、石井武氏のように幼稚内農民で厚田派に加わった者も,もいる。逆に、 一つ防災共有化を推進した幼稚外騒音地域農民、住民の多くは厚田派についたが北原派についた騒音地域農民、住民も存在する。また、中核派は第四インター派を公団に土地を売り渡そうとする新しい方の反革命と規定して九百八十四年一月全国一斉に五箇所の第四インター派メンバー宅を襲撃 一人に頭蓋骨陥没させる重傷を負わせる暴行を働いた。7月に再び一斉に3カ所の第4インター派メンバーアタックを襲撃一人に片足切断の重傷を負わせる暴行を働いた。第4インターの後ろ身である日本革命的共産主義者同盟によると中核派は全国の一坪共有者に対して次はお前だ。 殺してやるなどと組織的に同活を行った。幼稚内農民を中心に形成された北原派だが、1987年9月に、やはり中核派への反発を背景に、幼稚内農民の大半が離脱して、小川派が結成された。北原派反対同盟及び中核派は、厚田派農民と伴いに、小川派に対しても脱落派と規定して、激しく非難、攻撃した。 しかし、1998年に、中核派は、脱落派の再共有化に応じた人々を含む、全国1200人の一坪共有者に訴える。その権利を絶対に守り抜くことは、人民の正義であり、三里塚闘争勝利のために、不可欠であると、一坪再共有化運動に対する態度を、それまでの総括なく、180度転換した。ただし、 第4インターハイのテロ事件、引田原派の反対派の家への脅迫や恫喝については一切謝罪をしていない。このような反対運動の瞑想に嫌気を刺し、移転に応じた知見者もいた。地下の高騰に加えて、口述する政府との話し合いにより、土地収容法の事業認定が執行し、価格固定性がなくなったこともあり、元反対派農民たちは巨額の保証金を受け取った。 地権者の移転先には、逃走5点、ネ年65点と揶揄された豪邸が立ち並び、駐車場経営などの安定した生活を手に入れた者もいた。地権者の希望に応じて大体地に整備を加えたため、新東京国際空港公団の負担額はさらに増大した。一方、その元地権者らも移転先では反対運動を続けていた危険人物、 反対運動の裏切り者などの偏見や農業の継続に必要不可欠な人間関係の再構築などに耐えねばならず、受け取った大金をめぐっての親族争いに巻き込まれた者や保証金を元手に始めた事業に失敗した者も,も少なくなかった。特に昔から続く村楽共同体での生活を続けていた者たちにとっては新天地への移転は大きなハードルだった。 また、移転を決めた者には、脅迫が行われ、移転先への過激派による放火なども行われた。第四インター派メンバー襲撃事件を契機に加速し、震災翼は、一般人をターゲットとしたテロ攻撃を起こすことになった。1985年10月20日には、千葉県成田市の三里塚交差点で、空港反対同盟支援の震災翼党派と警視庁、 機動隊が衝突した事件が発生。1988年9月21日には、千葉市内の路上で、当時千葉県収容委員会会長だった、弁護士の小川明が、フルフェイスヘルメットをかぶった数人に襲撃される。全身を鉄パイプで殴られて、両足と左腕を骨折するという重傷を負った小川は、重い後遺症に苦しみ、2003年2月に、受水自殺する。 このテロについて、中核派は、反抗声明を出し、他の収容委員らに対しても、組織的に脅迫状、脅迫電話などを送り続けた。これにより、収容委員全員が辞任し、千葉県収容委員会は2004年に再始動するまでの16年間、完全に機能停止に追い込まれた。強権の発動で新東京国際空港を開港させた政府だったが、 開港後も強固な反対派住民の土地取得はままならず、空港に寄港時の着工することさえおぼつかない状況が続いた。また、日帰地区周辺は支援活動からが頻繁にパトロールをしており、党派との接点が多い反対派農家も、園農の名目で画質、電話、郵便物など、私生活の細部にわたってチェックを受けていて、 用地交渉担当者の接触が困難になっていた。しかし、冷戦終結や江藤高見運輸省が過去の誤りを公式に認めたことを契機として、1980年代末頃から話し合いの機運が再び生まれ、反対派の一部と関係者の間で成田空港問題解決が模索された。1991年11月からは、 住谷美希夫東京大学名誉教授ほか4名の学識経験者主催の下で15回にわたる成田空港問題シンポジウムが開催され、旧月他派、運輸省、空港公団、千葉県で公開討論会が行われた。ここで旧月他派は、2期工事の土地問題を解決するために、いかなる状況の下においても強制的手段を取らないとの現地を、 国から引き出すことに成功し、さらに引き続き1993年9月から12回にわたって開催された成田空港問題円卓会議で今後の新東京国際空港の整備を民主主義に基づく対等な話し合い手続きで進めていくことが確認された。円卓会議の結論を受け、1995年当時の首相村山富一が それまでの強権姿勢を政府を代表して謝罪し、土地収容法に基づく行政大執行による成田空港の土地強制収容の手段を放棄が確認された。この謝罪は地元の一定の評価を得て、その後に寄港時への土地収容と集団移転に応じる農民、地主が出てきた。三里塚闘争はそれまで強制的に進めることが当たり前だった。 日本の公共事業のあり方を一変させた出来事だった。かつては震災翼テロリスト党派によるテロゲリラ事件などが多発し、空港建設や正常な空港運用に支障をきたしていたが、住屋団長をはじめとする中立委員の努力や政府の謝罪などもあって反対派住民の移転と反対運動からの離脱も進んだ。2期工事のうち、 平行滑走路については1996年には暫定滑走路を建設する案が計画され、2002年に暫定滑走路として供用開始した。この新滑走路は反対派農家の未倍周知を残したまま建設され、農家の軒先数十メートルの誘導路をジェット機が通過するという状況が続いている。また、未倍周知を滑走路側に迂回して建設されたため、 誘導路は、区、または、平の字型に屈曲しており、航空機が離着陸するときには、他の航空機の移動が制限される。二千二年十二月一日には、誘導路上北緯十五度四十七分六点六五秒、統計百四十度二十三分二十六点一一秒、北緯五点七八五一八零六度統計百四十点三九零五八六一度、 35.785180640.3905861で航空機同士の接触事故が発生し2011年に屈曲部の改良工事がなされた現在も主に暫定滑走路延長線直下の騒音地帯にある東方部落住民を中心とする反対派農家は現在の暫定滑走路建設や北新延長を進める手法も当初からの政府の やり方と何も変わっていないと批判し、成田空港廃備などを堅くクに主張し続けている。だが、成田周辺に数多くの空港関係者、航空関係者も暮らすようになり、空港と地域の共生、空港の活性化による地域経済の不要という意見が地域の大勢として掲げられている中で、反対派はもはや完全に孤立化している状況であり、 反対運動前世紀からの関係である熱心な支援者や組織によってどうにか支えられているのが実情である。かつて積極的に支援してきた第四インター、日本支部などの審査翼は沖縄本島の反基地運動、反原発運動に力を注いでおり、成田空港問題の取り扱いや関心は総じて低い。また、 反対運動初期から支援してきた国鉄千葉動力者、労働組合も、組合員や構成員の減少に、歯止めがかかっていない。反対運動前世紀から、半世紀を迎え、反対派農家や、支援組織の多くも、運動員の高齢化や死去に直面している。空港予定敷地の見栄え周知、及び反対同盟内で、空港建設計画以前からの地元住民は年々、 減少しているものの、2002年の平行滑走路、共用開始後も、一部の一つぼ、共有地や団結小屋を除き、天神本地区及び東方地区の B 滑走路南端及び B 滑走路、誘導路の予定敷地が未買収のままであり、反対同盟が反対運動を行っている。支援として、現地入りして、農家についだ女性が20人以上いる。内心は、 移転に応じても良いと考えていても、人生をかけてきた妻の手前、なかなかやめられず、闘争を止めようとしても、審査欲に離婚を迫られたことが、反対派の家の闘争を長引かせる要因の一つとなった。元支援女性のうちの四五人は離婚したものの、残りは移転受け入れを経ながら、現地で暮らしている。成田周辺では、開校から2017年2月までの間に、 判明しているだけで158件の航空機からの落下物が発生している。特に高高度を長時間巡航する国際線の運航では飛行中に航空機に付着した氷塊が降着装置が展開された時に落下することがある。そのため、成田空港では落下物発生防止を目的として到着機にギアダウンを太平洋上で行わせる措置が取られている。 車輪が出されている間は空気抵抗が増して燃費が悪化するが国土交通省と成田国際空港株式会社は海岸で航空機の養生客下げ実施状況を目視で確認する独自の調査を行っているこの他に空港に到着した機体に氷が付着していないかを確認する調査も実施されているこれらの取り組みにより年間の落下物発生数は減少しているが 年間約3件程度発生している。落下物によって建物などに被害が出た場合は、航空会社による保証がなされる。ナーは、航空機からの落下物と応募し物ものを発見した場合は、むやみに手を触れず、国土交通省東京航空局成田空港事務所、地域調整課、ナー地域共生部共生企画グループもよりの市町村、警察署のいずれかに連絡するよう呼びかけている。 なお、落下物による被害は、屋根瓦や、ビニールハウス、車のフロントガラスの破損などであり、2021年までの間に人への被害は発生していない。ナーは、2018年4月1日に、航空機落下物被害救済支援制度を創設して、落下物に対する保障制度を強化した。日じまった田中の2000年、羽田空港の再拡張と、 羽田発着定期国際線復活、羽田24時間運用の方が流れる。ほぼ時を同じくして、茨城県では、首都圏第3空港として、航空自衛隊百里飛行場の軍民共用化による、茨城空港の開港が決定する。地元の器具は、羽田の再拡張と茨城空港の開港による、成田空港の地位低下という建設開始時とは、 正反対のものになっていた。2009年10月13日、鳩山内閣の前原政治国土交通大臣は定例記者会見にて、韓国のインチョン国際空港に日本のハブ空港を取られている。日本にハブ空港を作らなければいけない。ハブ空港になり得るのは羽田だと発言し、今後は羽田空港を日本のハブ空港として整備する胸の発言があった。 2014年3月30日の2014年夏、ダイヤでは、羽田空港国際線枠の拡大で、羽田国際線が増便の一方、逆に、成田空港では、日本航空が13便を、全日本空輸が25便を減便した。2010年に開港した茨城空港は、航空会社への PR として、着陸量が成田の6割であることを掲げており、 利用促進に向けて、格安航空会社を中心に新規路線やシェアの獲得を図っており、利用者に対しても、空港敷地内の駐車場料金を無料にしたり、東京駅までの高速バス利用者に対して、運賃を500円に設定するなど、成田空港よりもさらに、東京都心から離れた位置にありながらも、便宜を供与して、首都圏需要の取り込みを図っている。 未実現に終わった成田新幹線の計画ルート。開港当初に比べれば、アクセスの整備は格段に向上しているものの、そもそも成田空港は地理的条件として東京都心との距離が開いており、また当初計画されていた成田新幹線も実現しなかったため、羽田に比べて成田は遠くて不便、交通費が高いという批判が依然根強い。また、 圧倒的な国内線網を有しかつ24時間運用が行われる羽田空港での国際線乗り入れが再開されたため LCC の就航によって伊丹空港に次ぐ国内線取扱い量を有するようになったとはいえ夜間の発着制限もある成田空港の地位は相対的に低下しているさらなる機能強化計画このような国内外の 空港との競争に直面している中で、成田空港の利用旅客数や航空機、発着回数は2018年現在においても増加基調を維持しているが、2017年の成田空港通過客が400万人を切って384万人に沈むなど地位低下に危機感を持つ側は、成田空港として世界での生き残りをかけ、さらなる機能強化として、第三滑走路整備や、 運用時間延長などを含む拡張政策を地域と調整しながら模索している。この構想が実現した場合、年間の発着枠は現状の30万回から50万回に増強され、空港用地面積は現状の1400ヘクタールから2400ヘクタールに増大する。国土交通省の見解によれば、これにより首都圏の発着枠は、 能力増強後の羽田空港と合わせて年100万回が確保され、欧米主要都市圏の空港並みとなる。このさらなる機能強化は、国やナーによる提案の修正や200回を超える住民説明会を経て、2018年3月13日に千葉県、国、地元旧市長、ナーからなる4社協議会において合意された。これらの動きに対し、 三里塚闘争を継続する反対同盟、中核派や共産党系団体は抗議行動を行っている。住民側の動きとしては、新たに騒音区域となる自治体においては一部で反対意見が見られるものの、用地買収の対象となる世帯からは反対表明はほとんどなされておらず、集団移転などの要望とともに町を立て直すいい機会との声も聞かれる。 移転保障の対象とならない二つの飛行ルートに挟まれた、いわゆる谷間地区からもむしろ移転を求める声が上がっている。2020年1月31日、国土交通省は成田国際空港のさらなる機能強化にかかる施設変更を許可し、施設供用の目標は2028年度末とされた。ありがとうございます。